こんばんは。ハニシアイザックのギターなんで、4人でもアイザックにはかなわない音量でやってみたいと思います。それは、こちらはのエリオブランソワーズなんですけど、ピークの曲からやりたいと思います。じゃあいきますよ。はい。はい。わあ、どうなんだっけ。もう始まってますよ、ライブはね。どうぞ。島倉千代子さんのですね、愛のさざ波をお送りしました。あまりご存知の方はないですよね。まあこんな感じで最後までいきますからね。けどなんか話すことはあったんだけどないんだな、あんまりな。やっぱね、今年ね、寒いですよね。一応ね、レパートリーにね、こう夏らしい曲を選んできたんですけど、その全然あーって、いや、後ろで話すな。まあ、そういうわけで、まあ、夏、ここだけでも、目くちゃ、つぶってもらって、目つぶってもらうと、このまぶたの裏にですね、こう、太陽を思え、ね、描いてもらって、まぶたを閉じて、お母さんの方が見えないですよね、大丈夫ですよね。太陽見えますよね。はい、じゃあ、いきますか。いきますよ。
ギターの人は。これ一応ね、あのピンキーとキラーズも混ぜてみたんです。あのピンキーとキラーズ分かんないと大変ですよね。それでは長渕剛の甘い子ちゃん、はい、余計なことやらないじゃあ、月光値千金という曲をやります。気づいてね、大丈夫ですよ。どれだったの。ワン、ツー、スリー、フォー。青い月明るく差し込む窓へ、あなたのお手紙繰り返しよ。大好きなあなたの優しい言葉、素敵なムードに誘ってくれる。
えるのが欲しいわ。このフレーズだけでも泣けるか。今夜は必ず間違うんだよね。なんだっけ、まあね、こんな調子でやらさせていただいてるんですけども、大変迷惑をかけてると思います皆さんの多分皆さんの何ていうんですかね、こうキャパシティにない曲ですよね。絶対にないと思うんです。もうあえてねそれに挑むというこの何ていうんですかね、青森の取ったに取った感じ、詐欺はないっていうよくあれ、なんか恋に破れた人が北に逃げるんだよ。南には行かないんですよね。で宇田でもね、北に逃げる、北に逃げんだけども、青森で行き止まりだからね。実はね、北海道には渡れねえんだから、泳いではいかねえからね。まあそういう感じでございますよね。じゃあ、今度はちょっとチューニングですか。で中国の歌で、中国の歌で、中国の歌で、この話もだんだん受けれるなってきたよね、だんだんね前はね、ちょっとこう喜んでいただいたんですけど、まあ、みんな分かってます。俺今最初からチューニングって言ってしまったもんですからね台湾の曲だよ。あ、まだ俺ここで全部言ってしまうのに言われたら今度宮城県にね、ちょっと若い人たちは分かんないと、吉川團十郎さんっていう方がいまして、その人の曲でキューピーちゃんっていう曲をずっとやってるんです。そしたらね、本人 YouTube 見たらしくてねなんかそれだけ単独で切り取って YouTube に載せたら、すごいなんていうか、回覧数っていうんですか、あいつになってて、そしたらそのブログのとこにね、なんかキューピーちゃんやってるやつらいるとかって書いてあってただうちのキューピーちゃんめちゃくちゃですからね、こいつを信用して思わないでくださいよ。あんたセリフ言う、最初はグーで決める、こう負けない、セリフなんです。セリフはね、じゃんけんで決めることになってるんですよ。大丈夫です、マイクないんで。あんたマイクない。で、私。で、あんたどっちや。あ、ね、最初。それ最初、最初。はい、じゃあ、行きましょう。噛んだらどうしよう。行きますよ。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。マイク。どこにも見えない。
今日なんか入ったねお客さん、あの積極的に参加してくれたので本当にも助かりますね本当にね。まあこういうあとからあ、セリフあのね、今余計なこと言ったからちょっと俺外れだけどね、あのね、まあこういう感じですよ。次はですね、今何分やったの？そんなにやってるね、俺喋ってるかないよね。どこまでもね、時計何だかわかんないから、あのあと2曲残すとこ2曲でございました。あと10分ぐらいありますか？あ、そうですか。じゃあどうしますかね。何か聞きたい曲とかありますか。愛でないですか。そうですか。デスペラード。デスペラード。アコードはわかんないでしょ。そうだけど。全部 C だし。基本はねうちのバンドの C なんですよね。あの余計な変な複雑なコードですとね、あの弾けないんですよ。だからあの弾けないようなコードの時は弾かないというのが基本なもんですからね。まああと全部 C で、だから全部同じコードの、まあ楽器やってちゃってるね、あの人もずっと同じだと思ってるんでしょうけどね。まあそういう感じで結構でしょ、それでね、うん、じゃあの次はね高田渉さんの曲をやります。自転車に乗ってっていう曲をやりますので、もし皆さんもよければサビを。で自転車に乗ってなんですけど、今からちょっと会議しますね。構成まだ話してないんだけど。あ、何の話ですか。どれだけ。え、なんかあるんでしょ結構。あ、ギター、俺いいよ。ギターはさ、あんたじゃない。これってあのニコイチって。ニコイチ。ニコイチって。ニコイチって。あげない。あ、じゃあ。はい。今度はバンドもやってるんですけど、まあ明日バンドのライブなんですけども。まあ、あの夏にねイベントが結構石巻ですとトリコローレとか宣伝ジャズフェスとか出るんですけど、そのやっぱ夏なんでね、どうしてもその夏らしいのがいいかなと思うんですけど、この天気でしょ、なんかね気持ち的にはこう本当にもう夏でこう暑いっていう感じするんですけどもね、まあ、だからこうウクレレとかっていうのはちょうど夏らしくていいとは思うんですけども、全くその様相もありませんもんね。ということでね、自転車に乗ってっていう全然話の脈絡がないですけど、いきますよ。はい、はい、
こういうのんびりしたもの。じゃあね、もう最後の曲になりますよ。ね。最後の曲はい、最後の曲です。私の方よ。若い人でもね、あの私の青空っていうそのオールドジャズらしいんですけども、あのどっかでは耳にこうしたことあると思うんですね。でうろ覚えで結構ですのでね、あの鼻歌で結構ですからね、喉が枯れるまでみんなでやりましょう、ね、ちょっとよろしくお願いしますよ。夕暮れに出身ということで、カルロス・チェバです。どうぞよろしくお願いします。でフランス出身でジャン・クロードです。で、はい、私ミシェルです。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。